と一番初めなんとなく無意識で書いたのがハートで、ハートってやっぱりなんかみんなあったかくなる形じゃないですか。ずっと書いてたら私のそのメインキャラクターになったっていう感じですね。キャラクターを作るっていう概念もなかったので見応えめっちゃあると思います。一番多いです、今までで。今回ここに大集結って感じアートが好きな人たちだけの秘密のパーティーみたいなテーマにしようみたいな感じで、まあ、Our Secret Party っていうタイトルにしたんですけど、未完成の美しさみたいなのすごい感じていて、伝えたいことをダイレクトに言葉にするのむっちゃ恥ずかしいから、作品がこういうものですよって言うんじゃなくて、まあ、見てくれた人が感じ取ってもらえるようなあの作品であればいいなと思います。ボビーさんからいきなり連絡いただいて、あの僕の写真に絵描いてみませんかみたいな。実際撮られた写真があのすごい方たちがめちゃくちゃ多くて、こっちで作品展してもいいですかって言って連絡したら、ぜひとのことで日本では初めてあの展示させていただきます。実際このバスキアが生きていた時にボビーさんがカメラであの彼の一瞬を捉えた作品になります。作業みたいなので習い出したのは小学校1年生ぐらいから書道をやりだして、黒がすごくあの美しいなっていうところで、あのモノトーンでずっと描いてるんですけど、なんとなく同じ黒でもマットな黒やったり光ってる黒やったり、いろんなこういう強弱があって、その美しさみたいなのにすごい惹かれていて、まあ、京都生まれっていうのもあって、日本のそういう伝統文化みたいなお寺とかそういうのがすごく好きで、まあ、書道をやってたりとかもあってなんですけど、アメリカのポップカルチャーとかもすごく好きなので、なんとなく自分なりにこうミックスしたのが出来上がったっていう感じかなと思います。本格的にあのスケッチブック自分で買って書いたりとかはしだしてたのは、そうですね、高校卒業してぐらいかなと思います。本当に私イラストレーターになろうとは全然思ってなかったので、あ、これでやっていけるのかなって徐々に思い出したのが、その高校卒業してアメリカ行ったぐらいなんで、20歳21歳ぐらいの時に、はい、思い出したかなっていう感じです。ニューヨークで日本と同じように絵日記を書いてて、それを買ってくれるっていう文化があったこと自体がすごいびっくりして、名のある人の作品を買うとかならまだなんとなくイメージできたんですけど、もうどこにいる誰かもわからへん私の絵を誰が描いたかも知らずに買ってくださるっていうことにすごい衝撃を受けて、でもうちょっとなんか絵を頑張ってみようかなって思ったきっかけでもありますね。カルチャーショックってまさになんかこのことちゃうかなっていうぐらいカルチャーショック受けて、カルチャーショック受けたあの代表的なタイプだなと思うぐらい、なんやろ、なんかね、歩いててもね、普通のなんかボロボロの服の人もおしゃれに見えるみたいなとか、なんかゴミ落ちてても絵に見えるみたいな、なんかおしゃれに見えるみたいな。でもどこにでも書いてあるから、なんか日本ってね、規制とかあったり書けないじゃないですか。でももうニューヨークってどこにでもステッカー貼ってあったり、どこにでもシルクスクリーンに書いてたり、なんかまあただの落書きもあるんですけど、アートにすごい見えて、それで落ちてるなんか紙とかもアートに見えたりとか、はい、すごい面白いですね。アメリカの文化は昔のなんかディズニーのモノクロの、あの映像だったりとか、
クラシックなアニメ、なんかポパイとかベティちゃんとか動きとかもちょっとカタカタしてるような、なんかそこに愛らしさみたいなのすごい感じていて、そういう部分をちょっと影響されて自分の中でもなんかキャラクターとかもなんかちょっと不器用な感じ、未完成の美しさみたいなのすごい感じていて、なんか見てくれた方たちがこの先を想像できるような、こういうタイトルでこういう風なんですよって言うんじゃなくて、まあ、見てくれた人が感じ取ってもらえるようなあの作品であればいいなと思います。この作品は会場でも一番大きな作品になります。自粛期間中になってから書き上げたんですけど、あの医療関係の方とか、あの働き苦の怖いのに働いてくださってた方に感謝の気持ちを伝えたいなと思って、ぜひまた皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。